21回目を迎えましたこの W リーグ2019-20シーズン開幕戦第2試合はもう11年連続勝利し続けている J カスのサンフラワーズと昨シーズン第7位の富士通レッドウェーブの一戦でした。もう両チーム最初から良かったですよね。いや積極的にねシュートに絡んでましたね、うん、まあ、ジェイクセイリオスの方はちょっと外からのシュート入らなかったんですけれどもそこをうまくリバウンドなんかでつないでいた印象ありましたね。出だしは結局ジェイクセネオスは20分の2しかスリーポイント決まらなかったですね。わずか 10% ですよ。信じられませんね。そうですね、やっぱりそれだけね富士通レッドウェーブのこのディフェンスがね効いていましたよね。やっぱり徹底されていましたので、まあ、簡単にはシュートを打たせてもらえなかったっていうところはありますね、藤井さんも何か見ていて何か光るこのプレーあったらぜひとも入ってきてくださいね。ね、このルーキーの高田、ただね、この松田選手ですよね、はい、こう自らやっぱり得点に向かうケースっていうのが非常に今日は大きかったように見れます。そうですね、はい、今日アシスト4で自身では14得点決めました、うん、でここね、ここのブレイクナイスパスでしたね。でよく山本選手も走って渡嘉敷選手相手にしっかり決めきって、これは山本の右からのレイアップ、またここも松田起点のナイスパスですよね。バッチリですよね、はい、はい、いいラインにパス出してましたね。内尾のレイアップ、ここも、ね、ナイスパスでね、やはりジェイクセニオスとしてはこの渡嘉敷選手を起点にねしっかり攻め切ってはいたんですけれども、もうそれを超えてやっぱり富士通レッドウェーブは全員で得点に絡んできていましたから、やっぱり孤立するジェイクセニオス対、こうチーム全体一丸として戦ってきたこの富士通レッドウェーブとの違いがね今日の試合ちょっと出たように思いますね。さっきややこうね背中からだと見えなかったですけど右手でガッツポーズしてましたね、オコエ選手。そうなんですよ、まだねまだちっちゃいんでこれ終わることにはもっと爆発してほしい、はい、ものすごいガッツポーズ出てきます。ガッツポーズでも笑顔も出てましたから、はい、非常に良かったなと思いますよ。ここも町田選手ですよね。やっぱり今日の富士通は動いてましたよね。動いてました。でスペースを、ね、広くしている中でしっかりとこう攻めながら、さらにこう打てない場面でも周りを探していいパスなんかも出していましたからね、非常に展開としてはものすごくいいものがあったと思いますね。この篠崎ドライブあり、ジャンプシュートあり、そしてこのスリーポイントあり、この、ね、後半に関してはこの篠崎選手と町田選手ですね、特にこの篠崎選手に関してはボールを持った瞬間に全て自分が決めてやろうという強さが出ていましたし、それによって周りのスペースなんかも空いてですね、非常に周りのチャンスなんかも出てきましたので、もう自分自ら攻めることによってチャンスを作ったような感じですね。篠崎はチームハイの18得点です。素晴らしいですね。今日は吉田が出てくることはなかったですね。そうですね、まあ、今日ちょっと出ないかなと準備はしていると話していましたけれども、はい、やっぱりこの局面でね吉田選手抜きでやっぱ勝ち切ってほしいんですよね、うん、吉田選手の思いとしてもやっぱチーム全体もそういう風な意向だと思いますから、そうですね、そこはチームの何か思いというのが表現されているような感じもしました。やっぱりね、もう一回復活する中で吉田選手もこの若手が頑張ることによって、より自分も気を引き締めないと切磋琢磨してこうお互いがね奮闘していくような形っていうのが望ましいと思いますので、やっぱりジェイクセイリオスとしてもやっぱり苦しい局面でベテランの選手たちが立て直すだけの力っていうところが今シーズン求められてきそうですね。まさにこのラストチャンスのラストチャレンジって話してましたけれども、そうですね、自分に課した課題としての再チャレンジですね。そうですね、本当に覚悟を持って戻ってきていますから、そこにポジションを与えないぞという気持ちで選手たち今いる選手たちもやっぱり頑張っていくことでもっと大きな素晴らしいチームになっていくと思いますので、まあ、ここはね、お互いの頑張りどころですね。61対56、見事富士通が JX を下すことになりました。バスケットライブ